モードみたいなのいました今、ワンちゃんもいます、ワンちゃんいますね、はい、あの一旦拠点モード、こちら拠点の中でですね、はい、いろんな兵団を強化したりだったりとか、はい、他のキャラクターと交流する等々ができるモード、はい、場所になってますね、はいはい、こういったようにあのご覧になりますかね、あの団長を交代することができます。お、あ、変えるのかな、あれエレン誕生日なのに変えるのかな、今エレンが今エレンが団長になってます、まあ、こうやってほらユウさんもこう言ってますよ、はい、そうですね、私もカジサ兵団に入ります、好きな時に団長を変えることができますし、あと、あのオリジナル兵団の名前ですね、はい、もう自分でつけることができますので、さっき言ったあの家事兵団みたいな形でも、はいはい、あの実際にあの実現することが可能となっています。なるほど、これは何兵団なんですか、今何兵団ですかね、これ見せてみようか、人に言えないような言えないのはやめてください、そんな兵団名をつけてるんですか、大丈夫まだね8時半ぐらいですけど大丈夫、え、なんだこれ卵かけご飯って違うなんだ美味しいですよね、なんですかねこれは卵かけご飯、卵かけご飯卵かけご飯になっちゃいますからね、これと、まあ、こうやってあの兵団のエンブレムもあの自由に変更できます、はい、おーすごい、結構いろいろオリジナルのどっかで見たことがあるような、うん、あのすごいものを用意してますので、笹用のみたいな、はい、これ変更するとあの背中見ていただけると分かるんですけど、なんとあーやったジャケットのマークもこれ完全に笹に兵団乗っかられてますよね、マジかよ、変更できるようになってますので、勝地さん兵団ですよ、兵団大丈夫ですよでもだってこのデカデカとさこのマーク取られちゃったらもう、うん、そうですよね、寂しいな、でもここも変えられると、いろんな種類がある、はい、変えられるようになっております、すごい存在感、あすごい、今なんか街の銅像みたいなやつにもこの肉のマークが今あのあほらほら、そうですね、こういったところもちょっとすごい丁寧です、お続きいただいてありがとうございます、すごい完全にもうサシャの街にありがとうございます、悲しい、ちょっと寂しいですね、エンデさんお誕生日なのに、いいんですよ、サシャが喜んでくれればそれで、ありがとうございます、あの先ほど言ったあのいろんなキャラクター兵団に入れられますので、はいはいはい、ちょっと試しに一個その会話イベントをご覧いただきたいかなと思います、うん、こちらゲームの方で、少しちょっとこれはオマージュなのかな、まあちょっととあるシーンをオマージュした形で起こしております、はいはいはい、アルミンとのシーンですね、ぜひぜひちょっとご覧いただければ、はいはいはい、鈴木さんの存在感がすごいですね、鈴木さんかっこいいですあ、サシャ兵団の人、あ、クチクチでやる、かっこいいお声、何してるの、あれあれ、ハンジさん駆逐してやるってやってたよね今、いじられてますね、いじられちゃったんです、これ収録した覚えがありますね、二人とも今のを見たでしょ、すごい複雑な気持ちでした、でもケチさん複雑でした、まあ、それはほらやってたよエレン、うん、巨人を駆逐するのは人類みんなの願いだ、でもお肉兵団のなんで誰もいないのに一人でそんなことを喋ってたの、そうですね、ピリッとしたシーンも、うん、なんかちょっとね、兵長もだってお肉のマークつけてますから、そういう時期は誰にでもある、そういう時期は誰にでもある、誰もいないところで空を見つけながら一人落ちる時期なんて私にはなかったよ、これをエレンの前で話し続けてますからね、後で僕が説明しますから本人の前ではもう勘弁してあげてください、でも選んだのはあなたたち卵かけご飯兵団ですよ、申し訳ございません、何しに来たんですか怒りましたよ、それはそうです、いや、ただ君を任務に誘おうと思ってポーズがすごいですね、駆逐したいの、霜降り明星の粗品さんみたいなポーズでしたね、というかそれならそうって早く言ってくださいよ、本当ですよ、まあ、これを見せて僕をどんな気持ちに、他にもいろいろあったでしょうよ、こういったあの、楽しいシーンも多数収録しておりますので、なるほど、いやーね、これ本編とはちょっと違った様子、はい、シーンも見られるということですね、面白いですね、新要素につきましては以上となります、はい、ありがとうございます、はい、